はい。木という文字、黙るという文字、この文字のかっこよく書き方をやっていきたいなというふうに思います。まず、この文字、この文字の中で、右払いである、ここの部分、この部分が入ってくるんです。一般的に、大きいとか、犬とかで言うと、ここの部分というのは、右払いのように、さっとこう払っていくようなパターンになってきます。で、ここで、この右払いをつけるかつけないかというところになってくるんですが、これ、 どちらでも OK にはなります。右払いでこう払ってあげてもいい。で、もう一つ書き方があって、これを止めてしまうという書き方もできるんです。止めてしまう。逆にここを払うという書き方、どちらでも OK なんですが、間違いないんです。どちらでも。ただ、この文字をかっこよくスリムに、なんかスタイリッシュに見せたいって言った時に、ここはあえて、右払いではなく、 止めるという書き方をチョイスするとかなりですね、文字として引き締まりが出てくるので、あえてここは止めてあげるのがいいんじゃないかなと思います。で、この時になぜ止めるのかというと、通常右払いが出てくれば右払いがかっこよくなる主役にメインになるパーツになるので、右払いをつけてあげた方が本当はいいかなと思うんですが、ところがこの文字には何よりも ここ、下の部分の劣化、あるいはレンガと言われるこの点4つが出てきちゃうんです。この文字になった時に、なぜ右払いではなく止めてしまうのかというと、この文字は少し文字の外形を意識してあげるのがいいんです。例えば、この文字は民朝体ゴシック体で言うとこれですね、正方形の中に丸っきり、 収まってるんですね。やっぱりこれはフォントの特徴。この正方形の中にビタッピタッとそれぞれどこもしっかりですね、ギリギリいっぱいに伸ばしてあげるのがフォントのタイプなんです。ところが手書き文字ではあえてこの正方形の形をずらしてあげる。何よりもここの劣化レンガが入ってくる文字に対してはこれ文字の外形スタイルをこのような形にしてあげると 結構文字がかっこよく見えやすいんです。だから点はある程度こういう風に貼ってあげる。逆に上に入ってくる何か。例えばこれ違う文字で言うと、これももちろんそうだし、まあ例えばですね、こう、あ、ちょっとこれバランス悪いですけれども、テラスとかですね、照明の章とか、まあこういった文字もそうです。あるいは他に、 自然の禅とかもそうですね。まあちょっとこれ極端なのでバランスは悪いですがただこの文字の外形なんですね。フォントは正方形になっているところ。 この手書き文字になった時に少しこの、この、この文字外形をつけてあげると非常にかっこよく締まって見えてくるんです。この時に右払いをそのまま払ってしまうと、ここから大きく払いで飛び出してしまうため、この外形感を崩してしまうんです。だからあえてここは止めてあげるというチョイスをしてあげると、例えばこの自然の善という文字、あるいはこの黙るという文字は右払いが同じように入ってくるので、あえて止めてあげるといいと思います。 なので、ここの外形感に注意してまずは見ていただきたいなというふうに思います。はい。これをちょっと見ていただきたいんです。 ここのですね、外形感を少しですが、このような形に作ってあげると、これはやっぱりフォントの形にどうしてもなってくるので、正方形の中に収まっちゃってる。ところはこの劣化やレンガと言われるこの点4つが入ってくるときに、少し上の部分、上に乗っかってる部分をキュッと締めて、下の点4つでさっとこう開いてあげると、文字が締まって、しかも安定して見やすくなってくるんじゃないかなと思うんです。 なのでまずこのスタイル感を意識して止めてあげるというところが一つポイントかなというふうに思いますはいこれを見ていただくとやっぱりですねここの部分この正方形の中に収まっているように感じてしまうんです だから、ここの部分をしっかり止めてはいるものの、なんとなく文字の外形感が正方形になってしまっているため、ちょっと文字がごつく感じてしまったり、ちょっとこのフォント的な形で、ちょっとかっこよさの部分が少しこうなくな、薄れちゃってるかなというふうに思うんです。だから、ここの部分は、この上の部分をもう少しキュッと締めてあげなければいけないっていうこと。プラスアルファです。プラスアルファ、これ、上の部分を 分けた時に、いわゆるこの辺と作りというような分け方もできるわけです。で、この時になんですよ。この文字は、何よりも、左側のこの里辺が出てくるんです。里辺。里辺のポイントとしては、一般的な普通の文字の里辺で言うと、ここの田んぼの田を書いた後に、縦線来てから次、最後の横線を、少しここの部分で、くっとこう、左のこの横線を、 長めに出してあげる。辺のポイントは、辺の左側一本だけを少し長めに取ってあげるのが、基本的な辺のパターンなんです。ところがなんです。これは、この文字でこのまま書いてしまう、里辺のこの長さをつけてしまうと何が起きるかというと、これ、ここの部分が長くなることにより、ここの部分が幅広にどうしてもなっちゃうんです。 一般的な里編では長く飛び出した方が文字はかっこよく見えます。ところがこの黙るという文字は劣化レンガがあるため、あえてこの長さは少し抑えめにしてあげて、ここの幅をキュッと詰めてあげなければいけないんです。だからここがこの長さが出ることによってこのままストーンとこう落としてしまい正方形の形作りになってしまうので、この長さを少しだけ短く取ってあげて、全然ここは OK です。それをちょっと見ていただきたいなと思います。 はい。どうでしょうか、これ。ここの部分。ちょっと確かにですよ。確かに、ここの部分は、ここよりも、ここの縦線、横線、さらに一番下は少し長めには取るんです、もちろん。じゃないとバランスは悪くなるので。ただ、この飛び出し具合、長さが、長すぎるとどうしても、ちょっとここのバランスが正方形の具合になってしまうっていうことがあるので、あえてここはキュッと、少し意識しながら、ここ、 短くしてあげると、ここの部分で、ここでこうキュッとさせてあげる。そして、その外から点を入れて始めてあげると、文字の外形感がこのように、クッとこう、しっかり下の方で安定感を持たせることができる。なんか上の部分がなんか大きくて、なんか下がなんか潰されそうになったり、なんかこの文字のバランスがうまく整わないっていうことがどうしても出てきてしまうので、ここの部分をちょっとですね、意識的にキュッと締める。そのための工夫として点を、え、ー 右払いをつけないようにしてあげたり、ここの長さ、佐藤編のこの長さを少しカットしてあげると、ここの部分がより一層キュッと縮まってくるかなというふうに思います。はい。そしてこの文字です。この文字をさらに引き締めてあげるポイントがあります。そのポイントが二つ。二つなんですね。一つ目がまずここ。ここなんです、これ。 左払いなんです。犬の左払い。通常左払いどうしてもですね、ここからスパッとこういうふうに払ってしまうんですが、そのままスタートから終わりまで、一直線でピューンとこういうふうにですね、そのまま払ってしまいがちなんですが、ここの部分、この書き方をあえてですね、払わずに、そのままスパッと払わずに、少しですね、ここ、 ずーっと少し立ててあげてください。少し立ててからそこから左に抜けていく。だからこのイメージ感としてはですね、ここから払っていくパターンと、それからここからスーっと下ろしてからふわっとこう書いていく。二つの左払いがあるんです。そのうちのこっち側。この左払いを使ってあげると、ここの部分が非常に文字が締まってきます。なぜ閉まるかというと、ここで少し縦に入ってきますので、ここの部分が背筋というか、え、文字が 柱の上にスッとここの部分で直線的に見えるため文字がこうスッと直線のかっこよさが出てくるんです。ところがここでそのままスパッとこう払ってしまえばしまうほど文字が寝た感じに見えてしまいますのでここの部分こっちのそのままスパッと行く払いではなく少しここ立ててあげるぐらいの感覚から半分ぐらいまで行ったらここからふわーっとこういうふうにですねふわっとさせて左に抜か、抜けてあげると文字が非常に格好よく見えてくるんじゃないか と思いますなので、ここまずちょっと文字の引き締まり具合が少しここの部分で縦に入ることによって一つ出てきました。そして、二つ目の文字を引き締めるポイント。それは、ここです。ここの田んぼの田の作り方なんですね。ここの文字では、 田んぼの田、少しまず田んぼの田単体なんかで言うと、中に少し縦線が入ってきて、それから右側の縦線も中に入ってきます。なんかこういうイメージ感で田んぼの田を書いていくんですが、ところがなんですよ、これを付けすぎてしまう、中に中にを入れすぎてしまうと、ここの横線のこの長さがすごく強調されてしまい、文字がなんとなく、ここ、太 って見える。横幅を出さないように書いてあげるというのがポイントなんです。なので、まず一つは、この横線の長さを長く書きすぎないこと。 そして、ここの中身の入れ方を、あまりこのように、台形的に、こう中に入れすぎると、文字がこう、ここの横の長さが感じてしまうため、少しこれ中には入れるんだけど、中には入れるんだけど、少しこの、スッと縦のイメージ感を少し持ちながら中に入れてあげる。そして、ここの横幅なんですね、横幅。だここの横幅の見え方が、田んぼの田が少し膨らんで、膨張して見えてしまう。ところが、こっちは少しキュッと見える。 それは、ここの縦線の作り方、そして横線の長さによります。なので、ここが台形になればなるほど、ここが台形になるほど、文字が膨らんで見えてしまうので、ここの田んぼの田の作り方は、これ実は要注意な場所なんです。ここの田んぼの田の作り方によって、 ここの締まり方も少しですが、見え方変わってくるんじゃないかなと思います。なので、文字をスタイリッシュに引き締めるポイントの2つ。それが、ここの左払いの書き方と、田んぼの田の部分のここの書き方で結構文字が引き締まってくるんじゃないかなというふうに思います。そしてなんですが、これ。この文字を見たときに、ちょっと ここの空間が空いてしまう。要は、上と下がこう離れて見えてしまうかなと思うんです。ここの空間をもう少し詰めてあげると、文字が、文字に一体感を出してくるかなという風うに見えるんです。確かにこのように見るとですね、空間は空きます、少しは。少しは空くんですが、それでもちょっとここの空間が広いようにも感じてしまうので、第1点目。 一点目の始まりの場所に気をつけていただきたいんです。始まりの場所がこの横線とほぼ一緒ぐらい。もちろん同じにはなりませんが、すぐ下、すぐ下から入ってあげる。ここの部分が、ちょっとここの部分の段差ができればできるほど、どん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 この空間が生まれ、文字が上と下で離れていってしまうので、 ここの部分をできる限りこう合わせるぐらいの感覚にしてあげるそうすると第一発目の一点目の始まりがある意味基準になってそれぞれこういう風に入ってくるのでここの部分の始まりに意識してあげるといいんじゃないかなと思いますそしてちょっとこれを見た時に文字が少し安定しないかなっていう風に見えちゃうんですなぜ安定しないのかなっていうとここなんですねこれこの点なんです 点の、これ、長さなんです。左払いの終わりと、右のこの点の終わりが、少しずれが出てきてるんです。ところが、ここは、 ズレを作らずに大体一緒ぐらいにこう合わせてあげると、で、ここを大体ピタ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 とここに合わせていくと、どん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 文字がこう安定してくるので、ここに段差が生まれれば生まれるほどなんかここで傾きになってしまうので、ここの部分ですね。ここの部分でピタッと合わせて、ここにできる限り近いところからこういう風に入ってあげると、文字がどん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 、こう上と下が合致していき、さらに文字が安定してくるかなという風に思います。なので、ここの、このラインですね。 このラインに気をつけて上と下、それぞれ意識的にこういうふうに合わせてあげるようにイメージしながら書いてあげると、より一層文字が安定してかっこよくなってくるんじゃないかなと思います。はい、これなんですね。これ何が違うかというと、実はこの長さは左も右もそんなに左払いの長さはそこまで変わらないんです。ところがこの横線の位置によって見え方が大きく変わるっていう問題なんですよ。 この微妙なライン位置なんです。例えばこれ田んぼの他の横線を一つ基準にすると、ほぼ同列一緒ぐらいにしてしまう。そうすると、どれだけ短く下の部分をしようとしても、やっぱりこの、この横線というか、この、この線の下にくぐらせるように書いてあげた方がいいので、どうしてもこれぐらいにはなってしまうんです。だから下をカットするというのはこれ以上は無理です。これは、 ちょっとこの横線よりも下から少し入れてあげる。まあ、これで言うと、こことここの間ぐらいですよね。まあ、これは大体の、感じでいいんだけれども、ただ、見え方として、上と下のこの見え方の、この長さ具合が、こっちになってしまわないように書いてあげたいんです。だから、それを、まず単純に、この左払いが長くないかどうか。そして、この長さは妥当なのであれば、 この横線が高くないかどうかを意識して書いてあげると、ここの横線や、あるいはこの左払いの上と下のこの見え方によって、全然こういう風にイメージ感が変わってきてしまうんです。下が間延びしないように意識して書いてあげると、ここの部分がどん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 文字として引き締まってくるかなという風に思います。 はい。ということで、これ、ビフォーアフターかなりね、イメージ感変わってきたんじゃないかなと思います。やっぱり、この文字の大きなポイントは、この正方形の中に収めるんではなく、ここの部分、この上はキュッと締めて、下の劣化である程度こう、ふわっと開いた、こういうタイプ、外形のスタイル感をこっちにしてあげると、文字がスマートに、さらに文字として安定性が出てきます。 なので、この形作りをしてあげるためには、ここの止め、犬の部分ですね、右払いを払うのではなく止めてあげる。そして、ここの里辺を一生懸命長く伸ばさないようにしてあげる。ことが、まず、この外形を作る上での大きなポイント。そして、この文字を意識的にこの左払いですね。この左払いを少し、スーッと縦から、 左に抜ける、ふわーっと抜ける、この左払いの書き方。そして、ここの田んぼの田を横長にこのように見せないで、少しこう、しっかりですね、キュッとこう、キュッとさせてあげることによって、大きくこの文字が引き締まってきます。なので、この文字ですね、このあたりにえ、要注意して書いていただくと、結構文字がですね、かっこよく見えてくるんじゃないかなと思います。